柴吉重、柴吉重は、室町時代前期の守護大名。室町幕府官僚。越前、尾張、遠東東美、加賀、品の守護。柴氏、武衛家六代当主。後に吉則と改名。官僚として、長年にわたって、室町幕府を支えた、柴吉行の客男で、自身も、幕府の宿老としておもんじられた。建徳二年、王安四年。 1371年、柴義行と、正室、平氏の着男として生まれる。厳服して、義重、義重と名乗った後、十五位下地部大輔に任官。父と同じく三大将軍、足利義満に仕え、明徳二年、元中八年、1391年に、叔父の王の柴家当主、柴義種に代わって、加賀守護に任じられ、翌明徳二年。 1391年12月に起こった、明徳の乱では父に大和で、芝軍を率いて参陣し、一式戦犯と共に、山なう時を配送せしめた、明徳期。翌年8月に行われた、小国寺用では六期を率いて参加し、重帝の芝三種、吉種の着手と共に、将軍、吉光の後陣兵の一番を務めている小、小国寺用期。 明徳四年七月十日、一三百九十三年には、加賀守護がおじに戻されているが、幕閣随一の実力者の御蔵氏として、順調に経験を積んでいった。大英二年、三百九十五年頃から出家した、父に代わって、柴家の家督を継承したと思われ、官も左衛門の差に進んだ。大英五年、三百九十八年に、 武衛家の本領とも言える越前守護に、部人、さらに父と同じく、品の守護も兼ねて、吉光よりその所領の仕置きを命じられている。翌年の王英の乱では、父と共に幕府方として参戦し、負傷しながらも、武功を挙げた。翌王英七年、1400年にその功績を称、されで、終わり守護に任じられた。王衛十年、1403年、佐賀公音院で、 避難生活を送っていた、伏見宮義人親王に対し、自身が所有する佐賀の有栖川山荘を提供する。親王はこの山荘で数年間を過ごし、有栖川殿、有栖川殿と称されている。義重は義光からの長愛を受け、その勇士となるとともになお義則と改めている。そればかりか、将軍家の封建である腕丸を自筆の書状とともに賜り、さらには、 大永十二年、千四百五年に、左兵忠だに進み、同年七月からは、幕府官僚に任じられ、新たに、東東海守護を加えられた。ここに、以降の柴市の両国である越前、尾張、東東海の世襲守護職が確立したである。なお同年には、尾張守護所下津城の別格として、後世にその名が知られるようになる、清須城を築城している。王永十五年、 1408年に、義光が没すると、その葬儀に際しては、将軍、義持、射程、義継、日野茂光、義光の義弟と共に引き綱を取った。義光死後は、室町殿の地位を継いだ四大将軍、足利義持を補佐したが、大永16年、1409年6月には、義持の後見人となった父に官僚職を代わり、さらに8月には、官僚職は、 義重の着難である義圧に任じらて義行は、その貢献となり、義重はさらにその代行として、将軍家御教書に顔する立場となった、当時ゆり文書。こうして義行は、室町幕府における義行義重義圧の武衛家三代の体制を整えた。間もなく、義行は没して、義圧も、官僚職を解かれたため、柴市主導の体制も終焉を迎えた。 義行の死によってよ氏しでは、柴はじめ門の実権を得たものの、晩年の義行による柴氏主導の幕政は、周囲の反感を招いており、重帝の万首が、将軍、吉持の寄避に触れて、加賀守護を奪われた上に、欧二21年、414年には、高野山へ陰性するなど、幕閣における柴氏の立場は徐々に弱まる結果になった。それでも、氏が幕府第一の家門で、 自身も、幕閣の重鎮であることに変わりはなく、将軍吉持もたびたび、武衛邸を訪れている。宿老としての吉典は、王永二十年、1413年の正月十一日に行われた表情をはじめでは、新号院の再建を提案、幕閣の大名一人につき百官分を教室するよう進言し、翌年十二月十九日の将校天皇即位式には、 諸公中最高の200巻700分を即位用途として献上するなどの活動が見られる。また、両国の経営も積極的に行い、三カ国の守護国の中でも特に、尾張の経営に力を入れ、尾張国が両に対して、お出し、返し、二宮氏などの重心を求人とし、年貢を徴収する体制を設定した。これに伴い、尾張国内の国人を悲観化させるなど、 終わりの守護両国派を強力に推し進めた。その他にも自社勢力との関係改善や強化に努めている。王英二十五年、千四百十八年八月十日、にわかに病を発した。吉重はこの時に死期を悟ったのか、その日のうちに、岩清水、八幡宮に、馬一匹と越前国山元僧の年貢三千匹を寄進した。同月十七日には、将軍、 吉持の見舞いを受けたが、翌18日の猿の時に死去した。去年48、遺言によって以外は、佐賀の法恩院、法恩院下に土葬された。法名は、江徳寺伝同光大順。室町中期の前奏を門見に家んは、その著作である、東海歌集にて、以下のように、吉重の優れた人品を称している。吉繁が越前守として、 同国の二宮であるお他社、剣神社に参拝した折、同社の神官の子息が聡明であったため、その子息を自身の金珠としてもらい受けたという。後に吉重はこの金珠に対して新たに仕事となった、尾張国内に所領を与えた。金珠は、古地から尾田爪正と名乗り、尾張織田氏の祖になったとされる。後代、この尾田氏は死後しばしを抑えて、国内の実権を握り、 やがてその一族の中から織田信長を排出し、ついに、しばしば、終わりを追われて事実上滅亡することになる。吉重時代、吉則時代、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。